はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人は、はじめまして、シラコングです。今回ね、この極寒の土使ってレッドゾーンに挑んでくれということなんですけど、まあ任せてください。はい、まあ一旦アタック大幅上昇のディフェンス上昇で 122% が基礎倍率にあって、最大1で 88% ぐらい、高確率で必殺技も発動するし、悟空系譜の、サポートもできるんで、まあ強いかなと。2次です。で、左から1凸、2凸、2次、2次、1凸、1凸しとったっけ、1凸してるよね。こいつがね、ちょっと悩むんですよ。こいつじゃなくてもええ気がすんだけどな。だ、最後力なんだよね、ここ。で、結構火力高いから、まあ、ワンチャンありだとは思うんだけどね。まあ、いっか。やってこう。並び。あー、ちょっと悪いか。めちゃくちゃ悪いわけじゃないから。あー、リンクつながんねえんだ、ごはんちゃん。そうか、ならいいや。だったらこれでちょっと決まってもらうしかないかな。打てるけども、打てるけども、ご飯が打てないことには変わりない。これでいきます。でもここは回避ゲーで気力を貯めていきます。やめてー。ナイス。あいや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 、おお、めっちゃ食らった。絶対許さん。てか俺誰にターゲットしもったん。俺全然ちょっと見てなかった。あ、オッケーオッケー。まあ即だったらいいか。遅い。オッケーオッケー。半分以上持ってくぜ。絶対許さん、絶対許さん。20万とかいうバカなダメージ与えやがってよ、この野郎。で、ご飯固定でいきたいな。まあいっか。お、倒せそう、倒せそうだけど倒せない。このなんやろ、モヤモヤした感じ。ああ、必殺的撃ってほしいな。今の場合はそうだった。リンクが通らん。あ、そっか、リンクこいつなんかあんまり良くなかった記憶しかない。そうだそうだよな、思い出したわ。なんかね、やっぱそのなんだろうな、スーパーサイヤ人、まあ、Z 世代じゃないからリンクの通りがね悪い。ミスったなこれ。まあまあいいか、なんとかなんで。ファイヤー、オーケー、アクションブレイク。この後ブレイクだね。オッケー。まあ悟空系譜で固めてるから、まあサポートにはなるけど、こいつ自身がリンクつながらんから、そこはちょっときつい部分である。オッケーオッケー。倒したんじゃない、倒したね。だったらまあでも無限上昇積んでおきたい気持ちもあるし、かといって4を残すとあんまり良くないんですよね。4を残すと、あの4同士が重なり合うことになるから、それはあんまり良くない。これミスったな、多分真ん中の方が良かったな、このご飯ちゃん。あ、気絶入った。あれ、こいつ気絶持ってたっけ、中確率だったっけ、なんかあったっけ、中確率てか、こう気絶飛ぼるんだ。今更知ったわ。ブルーリンパからの、はい、ドーン。はい、オッケー。次次、スラック来たな。貴様、絶対許さんぞ。かといってご飯あげれてないから、ご飯別にいいか。
あ、中核率か、やっぱり持ってたんだね。ご飯はね、ちょっとまた今度で。いやー、ご飯ちゃんが活躍できないのはちょっと悲しいけどね。ただあげれてないし、今この現段階で言うと最終ステージが力なんで、それだったら別にご飯ちゃんいなかったかも。今更ながらに思った。おー、スラッカー、それはありがてえ。いや、マジでね、今こうやってね、スラッグのステージやってるけど、あ、ブロリーとかイーシンロンってきつかったんだなって改めて思いました。あれからね、アクティブなしで何回か挑んだけど、やっぱりイーシンロンはイーシンロンで順番ロックしてくるもうバカタレだしあのブロリーはブロリーで必殺技は最後連発してくるっていうね。いや、もうマジで動画にしようかないんだけど、あの結構ブロリー惜しいとこまで行って、残り2本、いや1本かぐらいまで行ったんですよ。2本か1本ぐらい1本か1本まで行ったんですよ。めちゃくちゃ惜しかった、マジで。もう最後もあんなもう、まあミスったっちゃミスったんですよね、僕が攻撃の順番。それさえなかったら本当にクリアできてたかもしれない。てかめっちゃ言ってんだけど、さっきからお前は回復すんのかい。だいぶ回復したなお前、やばいな、これ。自利品の戦いプラスちょっと俺の体力がやべえぞ。そい、残り2本です。ここで必殺を打ってきました。1万めっちゃ食らった。やべえな、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかやべえぞ、やべえぐらい追い込まれてる。こやつに追い込まれちゃう。わしは、お、追撃はない。あ、でも守れるねこいつ、強いよ普通。ちょっとこの辺で、お前戦闘で回復すなし。きついんだって戦闘で回復されると。ああ、超打てんかった。まあいいや、絶対倒す。オッケー、あと 1.5。 いや、ここで倒した場合次どうするか、どうつなげるかっていうと、どうつなげましょうかね。とりあえず回復しよう。さあ来ました、スラックさんですねさっきもスラックだけどね。よし、とりあえずと手加減はいらねえね。今度の俺はちょっと強いぞ。うまい。アメアメ。そしてこのドヤ顔であるからの回復。ここの演出いいよね。俺ここの演出好きだわ。とりあえず回復しながらやっていこう。まあこんだけキラバ取ったら大丈夫かなと思うし、なんせ有利属性多い技ご飯は全属性ガード、まあそんなにめちゃくちゃやられる要素はないと思うんだけど、どうだろう。おお、めっちゃ食らうねめっちゃ食らったね。なんかやるじゃない、やるじゃない、あなた。いいよいいよいいよ、そういうのいいよ。まあこっちは削るけど、今アイテム使いたくねえな。あれ、お前なんかちっちゃくなったなんかちっちゃくなってなかった今。伸縮自在だね、さすがナメック星人。あれ、これなんだっけ、あ、こいつのあれなんだっけ、4回以上で発動可能。強いじゃん。とりあえずこれ打とう。手加減はいらねえ。今度の俺はちょっと強いぞ。うまい。アメアメ。あいつがアクティブスキル持ってること自体気づかんかったわ。
ん？おう。あ、そんな感じ。残念。あなたもう攻撃できないんですよ。いや、これ強えな、確かに。悟空&ブルマ。ブルマだ。ブルマじゃない、父や。悟空と父強えわ。確かにこう思うと。普通にレッドゾーンでぶっ刺さるね。いや、普通に強えわ。まあ、今回スラッグだったけど、他のステージもいけそうだよね。フリーザーとかでも全然、あ、フリーザーじゃない。クーラーとか全然いけそうだね。いや、普通に強かったっす。はい。まあ、使えるキャラっすね。あれ。嘘。ここに来てダウンロード。まさかの。まさかのこんなオチが待ってると俺は思ってなかったぞ。まあ普通に強いんで皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。必殺技も結構打ってくれるし、必殺効果で、まあ、上昇狙えるしっていうので普通に強いですね。やっぱかなり使えるんですかな。僕自身強いかなと普通に感じましたね。なんで皆さんもぜひね、使ってみてください。ちょっとこの画面で終わるのはちょっと尺だけど。早く戻れよ。OK。はい。まあ、ってな感じで。あれ？フリーズしちゃった。ちょっと。元の画面に戻んねえぞ。ちょっと。こんな結果が待ってると思ってなかったぜ。はい。まあ、ってな感じで、こんな画面で申し訳ないですけど。よかったらね、皆さん、悟空父、レッドゾーンで使ってみてください。それじゃあまた皆さん、バイちゃん。